皆さんおはようございます。この教会もですね、歴史的には点々点で言う必要がないんだと思います。今日はですね、皆さんに分かりやすい話として、家庭の終わりが来ると題しまして、説教させていただきます。先生やっております、本部です。家庭の終わりが来ますと、タバコを吸うなとかですね、あと家庭の終わりが来ると酒を飲むなという法律が家の中にできてしまって、家庭の事情としても、世紀末といっても、今は2000年のですね、初期の方なので世紀末とは言いませんけれども、やはり末法思想というものが広がってくると思うんですね。そして、結婚を禁じたりですとか、家庭の終わりが、進行していきますと、やはり挙式費用ですとか輸入金もない上に、ちゃんとしたね、社会人としての、会社員のスタイルもほとんどないという状況でですね、家庭の終末というものは、やはり結婚もするなという結婚を禁じる掟が出てくるかと思うんです。実はですね、イエス・キリストと弟子たちの問答、有名な箇所ありますよね。私よく参照するんですけれども、そこにイエス様が何をおっしゃったかは分かりません。そこは省かれていますけれども、弟子がですね、そんなことなら結婚しない方がマシですと言ったところで、結婚してしまってね、入籍状態にある人たち、別居はしていても、やはりそれを解除するわけにもいかないんですよね。その離婚は罪だということは書かれてますし、なぜ離婚が罪かと言いますと、離婚してしまうと、その男女それぞれですね、別の人とやっちゃってしまう可能性が高い。それは姦通罪に該当するので、要するに不倫とかね、浮気をする要因になってしまうので、相手をこう離婚状態に持ち込んで離別してしまうことは、相手を不倫にさせてしまう、もしくはその本人もですね、次の相手を求めて姦通罪を犯すということなんですね。だから姦通罪と言いますのも、ちょっと子供たちが聞いてるのね、ここでは省きますけれども、非常に痛いことであります。で、家庭の終わりの状況なんですが、各家庭ね、それぞれ、子供の誕生日にね、お祝いするときに、ハッピーバースデーってやってる人たちは、まだマシな方なんですけれども、今家庭の終わりの状況になりますと、ケーキを買うお金もなくなって、献金持ってきたいお金があったけれども、1円、2円、5円ですいませんという、神社のお賽銭と同じ感覚なんですかね。最近あれですね、消費税ってなんか大変なことあるんでしょ？事業やってますと、やれ法人税だ、何とかだ、所得税もね、皆さんの給料を天引きされてるんでしょうけど、大変ですね。ただし、イエス・キリストはちゃんと税金を納めなさいということですね。カエサルのね、シーザーのコインをチェックしてみると、そこには皇帝のね、肖像が刻み込まれていたということですね。要するに国のものは国に返す、国のものですから、お金というのは。皆さん、私たびたび言いますけれども、お金に名前とか書きますか？そんなことしませんよね。お金を持っていたら何かと交換しますね。私のよく繰り返すネタにはなるんですけれども、本題に戻りまして、家庭の終わりの状況で、じゃあどのようにしてそれを改善していったらいいのかっていうことなんです。なので、精神障害とかやってますとね、新約聖書ちゃんと読んで真面目な人間になりなさいよ、そういう指導はあるかと思うんですが、やはりここはですね、社会として立派な国とされている日本ですから、ちゃんと働いて、与えた分の最初の分を取っておいて、貧しい人たちに施しま、貧しい人たちに施しましょうって言ってる家庭は立派な家庭ですよ。まずね、家庭の家族にそれぞれ分け与えるってことですね。子供さんがね、お金とか持ってない言った時には、親のお手伝いをして皿を洗うとか掃除とかね、そういうことを気遣ってお互いに配慮し合って、一つの家庭にね、一緒に住むっていうのが家族ですので。で、また家庭の終わりの状況でですね、もし万が一本当に暴力とか
ナイフ向けられたってことがありましたら危ないですので、その際はですね、精神保健所危ないということで、隔離ということもございます。実際犯罪になりますと、クリスチャンの中にはそんな人はいないとは思いますが、もう刑務所に一生出れなくということもですね、昨今です。本当嫌ですね、バカいますね。そこまでじゃないよって言った時もね、心の中で、このね、世の中どうなっていくのかという状況で犯罪をね、心の中に耕すんじゃなくて、ベランダのね、古い土を新しい土に変えてみたりとか、お風呂のね、湯船の、内側のぬるめりをね、取ってみたりとか、そういったところからですね、自分の体をよく洗ってきれいにしておきましょう。また心の中のですね、汚れ、罪、いろいろありますけれども、その野獣みたいなね、食っちゃいたいみたいな、そんなあったとしてもしっかり抑えて、そういうところ、よく人間関係で言いますけど、家庭の終わりの状況でね、もう信頼も冷え切って、今こそ離婚かみたいなことはあったかもしれません。ただしそれでも家族は家族ですので、そばにいてね、問題があってもそばにいた方がいいっていうのが家族ですよ。ですので、ここの内側のね、盗みたいとか、これ取って食いたいな、じゃなくて、まずね、コミュニケーションと重要になるのは、皆さん、結婚した時どうでした？アイクが。なんかプレゼントしてくれた、あります？ああいうことをね、毎日続けなきゃいけないんです。お子さんならね、お皿出しといたよとかね、欲しいんならね、風呂磨いといたぞっていうくらいのことはね、あっていいかなと思います。では犯罪をやめー